明日の洗濯天気予報です。天気分布予想でお天気の流れを確認していきましょう。西日本、東日本の太平洋側は広く晴れの予想となっています。西日本の日本海側では雪が降っていても次第に落ち着き、日差しが届くところがありそうです。さあ、時間を進めていきましょうか。北陸地方も西部は雪が降っていてもだんだんと落ち着いていく予想です。新潟から北の日本海側では広く雪の予想で、こちらは強まる恐れがあります。最新の気象情報をご確認ください。お洗濯情報アイコンで確認していきますと、このように西日本、東日本の太平洋側では広く日中はOK の予想となっております。那覇は急な雨の可能性がありますので、空模様の変化にお気をつけください。北陸や北日本の多くの地域は寒さや雪によって NG となっておりますので、洗濯物は部屋干しが安心です。詳しいお天気やお洗濯情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご活用ください。以上、明日の洗濯天気予報をお伝えしました。